ちょっとスタビライザー使ってないんで手ぶれがひどいかもしれないですけど、ご了承ください。小坂坂トンネルでいいですかね。おそらくちょっと読み方が難しいですよ、山の中、群馬県下仁田町の山の中でいいです。真っ暗だよ現在。でももう2時半ぐらいですよね、午前、2時半。いやちょっと本当に ガチでこうで、ライブ配信で来てたんですけど、でトンネル手前で、電波がなくなっちゃったんですよ。それなので、ちょっと今、ライブ配信は車の中で待ってていただいて、単独で入りたいと思います。いや、怖いです。このギター落ちてきそう。マクシーマクシー。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。さっき落としたからおかしくなっちゃった。え、これなんで上がへこんだんですか。なんでだろう。はい。来ましたね。小坂坂トンネルってんですかね。わ、カーブミラーも。何も映んないじゃん。でかいですね。いやすごいな。これ消してます。え？ちょっと無理です無理です。中がレンガだ一部。声響く。あすごいですね。坂トンネルっていうか、いや、これも心霊スポットになってます。いや、めっちゃ遠い。いや、雰囲気はなんか違う声が反響してくる気がして、ちょっと怖いことよ。でもあれが出口風呂ですかね。音が響く声、ちょっと本当マジ怖い。あれが出口ですかね。いやちょっとお前、いやすごい物理的に崩れそう。でも通行止めにしないってことは大丈夫ってことですよね。いや震えが止まんないですね。レンガ一部レンガだから、なんか別に高低差もないのに、なんか石見が気に入ってきた。これって LED ライト、ライト、いや、ただの補強じゃない。補強か。LED ライトみたいにしちゃった。なんか向こうは向こうで変な音がするってみんなが言ってる。何それ。ちょっと行きますか。ちょっと怖い。ちょっとせっかくだから素振りというか、ところまで。なんでこれ、なんでこう途中で違うんだろう。いやーどうっ、ちょっとそこが、いや何これ、モルタルスケースだけどこれ素振りってことか。すごいですね。もうえコールイン、ここ高くなってる。見てください、本当に。この赤いのが怖い。なんかの調査なんだけど。いや、これ普通に。ちょっとじゃあ、俺もう、すぐ限界です。お待たせしました。お待たせしました。違う。ほら。風。違う。最強だ。冷たい。
ほらダメだもん、ほらほらまだダメだもん、ポッチャもう本当に全部怖いです、反射線通りませんな、あ写真撮るの忘れた、えっ、母さんちょっと両方で照らしてもらっていいですか、びっくりした、なんか落ちてきた、もうあ、俺の影が映ったな、すごいな、よく21人キープしてる、すげえな、ちょっと入り口の様子も、いやすごいな、これはすごい、撮ります、もう一枚もうちょっと離れていこうか、いきます、ありがとうございます。OK です。本当は定点したいけど、そんな余裕がない。時間的にも。いや、これ一人じゃできない。一人で本当に。無理、これ。二人だから、なんとかやってるけど。本当はライブ中に、オタマトンとかアルパカとか使うはずだったんだよ。ここで。そう。で、トンネル内は電波ないなと思ったから、そこを定前に置いて、うんうんうん、これどれが道なんですか？やろうと思ったけど、ちょっとそんな雰囲気じゃないですね。あれ、もしかしてパーツがない？え？何？パーツがない。パーツ？うん。何の？うそ。いや、落としたら音はするって。いや、多分、あ、違う。ポケットの中になった。さっき落としちゃったんですよ、橋で。だからそこの時に落としちゃったかなと思ったけど、違った。これ植えたんですよね、この木ね。綺麗に並んでますわ、みたいな。いやでも今日は収穫あったな。帰ってきたってもう見えてるんだ、すごいな。ライトの明かりか。ちょっとほら人の多いとこに行って避難しましょう。ありがとうございます。真っ暗なんですけど断ります。ありがとうございます。